日本武道の源流天真正伝香取神道流は、室町時代の武将飯笹長威斎家直を流祖として下総の国香取の地に伝承しています。飯笹長威斎家直は香取神宮に千日の大願をかけ修行を行い、香取の狼より神書一巻を授けられたと伝えられています。天真正伝香取神道流剣術は戦国時代の流派であり、戦場で甲冑を着用した技も多く、甲冑の弱点、例えば首、脇、小手の裏、腰のあたり、内ももなどを打ちます。稽古中武器と武器が激しく当たっていますが、それは他から技を盗まれないためです。一本ごとの型が非常に長く作られていることも特徴です。